みゆです。今回のエハラキチャンネルはみんなで沖縄料理を食べに行きました。みゆのおすすめはカーリーポテトフライです。もう外はカリッと中はふわっとでめっちゃ美味しかったです。それではエハラキチャンネル始まります。今回はですね、沖縄料理店で食べに来ましたということで、みんな大好きなものをいっぱい頼みましたんで、今食べていきましょう。この間に何するかですね。そう、来る間何するかですよね。何します？じゃんけんします？最初はグー、じゃんけん、ほい、ふーちゃんの勝ち。いいわよ。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、よいしょ。パパ、弱い。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。ああ、最初グー、じゃんけん、ほい、イエーイ、イエーイ、パパのイエーイ。最初グー、じゃんけん、ほい、なんでそれやってるの。最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ、あいこでしょ。おお、どんどん歌強いな。せーの、将来こういうのになっていくんやろな。三姉妹でどっか行って。伏せろ。伏せろって言わない。何て言うの。伏せ。回る。伏せろはなんか刑事さんが言う。上げて。はげろだ。はげろ。はげるなんて指示あるの。いやかな家やで、ほんまに。いや、個室で座敷は本当に、そうやな、個室座敷はいいね、やっぱね。本当に、子供多いと特にもう個室座敷いいです。今、とわちゃんの時からね、うん、海ぶどうだったわ。海ぶどう、パパ大好き。海ぶどうってどういう味なの。ちょっと酸っぱいけど、プチッと酸っぱい。ちょっと食べてみる、ちょっと食べてみる。おとちゃんの出ました。ちょっと食べてみる。気をつけて。しまらっきょう。しまらっきょです。美味しいだね。そう、パパはもう沖縄でお酒飲むときはこの2つをもう最高2つ。沖縄ってヘルシーだね。そうなの、ヘルシーなのもあるのよ。食べてみます。もずくっすやろ。あ、これ一番好きなやつ、みんな食べておいで。カーリーポテト。食べたことある味。ちょっと待って待って、これお皿に取り込めた。お皿に取り合いや、取り合い。これはね、あの沖縄のねファストフードの A&W のカーリーポテト。え、ちいちゃん知らない？あ、そう。あのね、A&W っていうファストフードで、ルートビアっていう飲み物があるの。ああ、それは分かる。めちゃくちゃ癖あるから、好き嫌い分かれるやつ。でも、A&W はルートビア飲み放題。うん、美味しい。サクサクで、中はふわっと。カリカリで、外側がサクサクとカリカリしてて、ガーリックの風味がふわきってて、確かにガーリック、うん、香ばしくて中はふわっとしてて最高です。さすがです。ありがとうございます。カリサク。ちいちゃんクラゲとか好きやな。好き。本当にお酒のおつまみで食べるの。こういうの、うちのさ、お父さんがこれ好きで、小さい頃おつまみで食べるのをもらったりしてた。へ、ちゃん好きだ。ふーちゃん大好き。そっちバージョンって何？ふーちゃん大好き。膝こん。よく思い出した。海ぶどう何年ぶり？めっちゃ好き。へー、すごいな。そんなにそんな好きなイメージなかったわ。海ぶどうの海ぶどうのさ、最後のあのなんかネバネバみたいなさ、あの、いや、新鮮な海ぶどうをなかなか食べられないから。そうやね。あのお土産のやつも塩漬けでさ、これすごい美味しい。美味しいやろ。パパカリカリポテト頼んで。わかりました。メカユお待たせしました。美味しい。プチプチやろ。これ食べたわけだね。うん。あ、すごい、クラゲ全部食べた。好きなんや。はい、コリコリが好きなんじゃない。そうか。初海ぶどう。
味も美味しい。ミューは大人の味でした。どっちしようかね。こっち、うん、こっちから受けて。そこにある海ぶどうを一つ取ってください。それから海ぶどうを持ってください。あ、左の方がいい。そして海ぶどうを回します。海ぶどうを切ってください。その一つを持ってください。このお汁につけてください。匂いを嗅いでください。そして食べてください。目をつぶってください。真ん中の一本道を想像してください。歩いてください。その先に大きなトンネルがあります。そこをくぐってください。後ろを向いてください。幽霊いましたか？います。あ、いました。こっちから。そう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 。ラッキョウって何？美味しい。あ、食べる？うん。ではシーザーサラダいただきます。いや、お父ちゃんは何でも食べるな本当に。あ、でもさ、気づいた自分が海ぶどう好きだった。あ、そう。なんでごめんしょシーザーサラダ美味しい。好きな食べ物は海ぶどうって言ってたよ。ふーくん取りすぎ。ふーくん美味しかった。食べた。ふーちゃんに入して。ふーちゃんにあげてちょっと。ふーちゃん入って。ふーちゃんに入って。あー優しいね。優しい。だいね。ふーちゃんこれからかよ。怒られた。怒られた。それはいるんだ。偉い。あ、優しいよ、とちゃん。ありがとう。ふーちゃんダメ。やっぱこのカーリーポテトはな、パパ絶対子供ら好きやと思う。いや、絶対間違いない。聞こえない。いいよ、食べちゃっていい。聞こえない。味噌、美味しいね、大好き。あ、パパも好きやねんな。小学生の頃、うん、マヨネーズとかマスクじゃなくて、うん、大好きだ。青味噌ドレッシングが大好き。珍しい、小学生で。そう、めっちゃ珍しくない？これ食べる。サラダにさ、うん、ピエトロドレッシングとかを家族はかけてたんだけど、うん、私、青味噌一人で珍しい。渋い、渋かったの、めっちゃ渋い。同じくらい。サクライズ。サクライズ。いただきます。どういうのだっけって言うの？ウタのカラオケ。ウタのカラオケなんだ。そうだ。ウクカラオケ。ウクのカラオケ。ウクでっかいなってよ。やったよ。あっち。あ、マヨネーズをちょっとワンバウンドして。あ、ウって食べる。ウって食べるんですね。美味しいんですよね。熱いから知らないんですけど。生って分かるんだね。生。ソーキそば美味しい。ここソーキそば大好きなの。美味しい。ねね、うとこれ大好きなの。めんめんね。あれこれ。あ、シシ。シシ。かまぼこね。おお。美味しそう。もう沖縄丸出し。いただきます。いただきます。いただきます。最高。あら、いいお姉ちゃんやな、お前。これ、上のカット入れる？熱い。やっぱ、だしソムリエのおとちゃんにさ、これ沖縄そばのだしをちょっと判定してもらうの。これ、つけるの？唐揚げには。あ、ここのソーキすごい。唐揚げにはやっぱりマヨ。合格か、不合格か。断然合格。あー出ました、断然合格出ましたね。ふーちゃんお肉いる。うだーうだー、乗るのいっぱいあるわ今。なーくんは歌わえ、あーいろんな、あ、音もいいよ。
ミニでクラスミニ。にぎやかな家でほんまに。なんかカフェみたいなのを家族経営できたのかな。あ、じゃあミオがさ二十歳なんだから、フーが18、オトが16やろ。三姉妹でカフェスタートするか。もう社会人。え？二十歳は社会人。ミオも社会人だって。あと9年。大学生かもしれない。だけど、なんかバイトすんねんやったら、パパがお店作って、3姉妹でカフェするっていうのはいいね。パパ、朝昼はカフェで、夜はパパのバー。夜はバー。でもミユも一応二十歳ってさ、青年だから。ミユもバーやっても、ミユも飲めるじゃん。そう、ほんまや。フーオトは夜は寝て、ミユとパパはバー。起きてたら、オトおしゃべり係やるから。ポテトみたいな。朝そば、朝汁、朝そば大好きなのよ、もうこれたまんないの。パパさん、はい、テレビみたいに食レポお願いします。さあ、ということで今回やってまいりました、こちらアーサー汁が有名なお店でございます。割とですね、あ、すごい青さたっぷりでございます。すいません、ちょっとじゃあちょっと浸してね、スープに浸していただきましょうか。はい、なんかこう、まあいいから本州でいうとろろ昆布みたいな感じになるんですかね。いただきます。はい、うわっ、これはちょっとスタジオお返しします。ねえ、ねえ、歌う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 、歌の、ちゃんと撮って歌カメラ、これ歌カメラ、歌カメラです。そうそうそう、上手上手、いいよ、歌カメラいいよ、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 そうだよ、そうだよ、持って持って、こう持って、ちゃんとこう持って、そうそうそう、青さ、そうそうそう、食べたい。いや、ちょ、酔います、見てる人。ごちそうさまでした。はい、今日は沖縄料理店に食べに来ましたけども、はい、初めてじゃなかった？初めて、ね、とてつもなく美味しい沖縄料理食べに行った。沖縄で、そうやね、やけどなんかがっつり沖縄料理こんだけ食べるの初めてでしたね。うん、美味しかったしね。あ、よかったよかった。ラーメンが美味しかった、ね、そう、沖縄そばね、そば、また食べに行きましょうね。クラゲ、クラゲ、ウトクラゲ、海ぶどうが好きになった。食べた、びっくりした、海ぶどう。あ、海ぶどうね、ふーちゃん海ぶどうやってんな。みゆさんは角煮。いやー、すごい、角煮が美味しかった。ラフテーね、なんか新しく食べるやつが好きなのが良かったね。きた、ふふふ、ふふ、ここに来てんの。またなんか新しいもの食べに連れて行きますんでね。はい、みゆさん好きなもん、あー、あー、あー、自分の好きなものをね、また探し求めてください。ということで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、また見て。